ろしくお願いします。お願いします。さて今回もですね、高木さんにゴールキーパーについて、質問を僕から投げかけていこうというふうに思います。前回の話はですね、はい、正面キャッチのコツって何ですかっていうところを聞いていったんですけども、いかんせん僕たちっていうのは浮き球ではなくゴロ球もあるわけなんで、今日のテーマに関しては正面のゴロのコツ、これ高木さんどう考えてんのっていうところを、質問していこうというふうに思うんですが、先に質問なんですけども、はい、高木さん正面ゴロって一番難しい場面って何ですか？正面から一歩とかずれた時とかに、なんか足をさ、ちょっと出すじゃない。そこが一番難しいって感じる人が多いんじゃないかな。なんでだと思う？手だけで先行こうって思えば思うほど足が動かないっていうところが原因なのかなっていうのを感じたんですけど。それもあるね。あとやっぱ横に動くってことは股が開くじゃない、はいはいはい、やっぱ正面ゴロキャッチって何のためにじゃあ足折るのとかやるとまた通さないためじゃない、うんうん、確かに。だから正面キャッチと同じで、すげえ単純な技術なんだけど、すげえ奥が深いし、ミスが目立ちやすいよね。その上でじゃあ高木さんが考える正面ゴロのコツ3つあるとしたら何でしょうか？足の折る方向を間違えないことだね。確実にさ、自分の真正面に常に来るわけじゃないか、ちょっと右にずれて、ね、ちょっと左にずれるじゃない、右に折るべきを左に折っちゃうと手の出し方が変わっちゃったりとかね、あとはやっぱボールを迎えに行く意識、ちょっと土壌すくい的なね感じになるんだけど、意識する。とはいえ地面にぶっ刺しちゃったら意味ないから、ボールをねこうしっかりと迎え行くっていうのを意識することかな。あとは取った後にお腹の中にボール収まるじゃん、ここで遊ぶ子って結構いるのよ。これはじゃあ掴みきれてないっていうことですかね？だからこうただこうパコってこう持ってるだけ。キーパーって補給だからね、だからしっかりとここの手と胸の間に入った後もしっかりグッと押さえる、そこで完結。それが結局、あの正面キャッチと一緒だけど、100回やったら100回もね、あのミスしない確率を上げるコツです、ちなみに高木さんは正面ゴロでこれだけは気をつけとけっていうのはあります？ボールが来た軌道に対して体をしっかりと正面持っていくことだね。手が第一の壁だったら第二の壁として足をしっかり折る。だから何のために足曲げるんだろうっていうのを意識してほしい。これなんか正面キャッチと同じです、何のためにっていうところの視点っていうのを大事にしてほしいっていうのは前回と一緒のところお話してたなっていうふうに感じます。だから結局ね、また開いたまま正面ゴールキャッチを教える人もいるし、それをねダメだよっていう人もいるの確かに、でも俺はどっちでもいいよと、どっちでもいいというか、その場面でミスがそれが少ないんだったらいいよと、ただそのなんでミスになるんだろうっていうことを理解しようねっていう、だから俺の時代なんかは股開けて取るなんてなかったから、今の子たちはすごく教えられてくるっていうから、じゃあこれのリスクはこれだよっていうふうに教えてあげてる。要は自分の得てきたものに対して使い方、使う方法ではなく使い方が大事なんだよっていうふうに高木さんは考えてるのかなっていうふうに今の、お話を聞いて僕は解釈しました。前回と今回で結構正面の技術のお話をしていただいたんですけども、次回の動画ではですね、さらにですね、なぜ正面の技術が大事なのかっていうところをお話聞いていこうというふうに思いますので、ぜひ次回もよろしくお願いします。はい、お願いします。またじゃあ次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。